どうもゆるふわチャンネルです。今日はね、お餅を使ってね、ちょっと実家にいた頃に食べていた、子供の頃に大好きで食べていたお餅をね、ちょっとアレンジしていきたいと思います。名付けて磯辺餅ですね。磯辺焼きです。はい、まずはね、耐熱のお皿、まあ、なければ普通のお皿でも大丈夫です。そこにね、クッキングシートですね。あの、くっつき防止です。このね、クッキングシートを引いて、まずお餅をね、水につけて並べていきます。こんな感じでね。なぜかというと、やっぱり水分がね、蒸発しちゃうんで、というかね、レンチンするんです。レンチンでね、まずは柔らかくするんです。なのでね、水分が必要なんで、水分をかけて、ラップをせずに、電子レンジで温めますよ。はい、600ワットで1分間レンチンしました。ちょっとね、まだ角の方が少し硬いなぐらいの、この形を保ってる状態ですね。ここからね、磯辺焼きを作っていきます。ではね、磯辺焼き焼いていきたいと思います。ではね、まず火加減です。火をつけてもらって、だいたい中火ですね。中火にしていきます。あんまり強火にするとね、こういうあのテフロン加工のフライパンって傷んじゃうんですよね。なので皆さんのお宅のフライパンが傷むのは嫌だなと思うんで、中火にしていきますよ。はい、こんな感じ。まずお餅を並べていきますね。これ一回ね、電子レンジでもうすでに柔らかくなってるんでね、なのであんまり長時間焼く必要はありません。なのでね、フライパンも傷みにくいです。はい、そしたらね、今度弱火にします。ほんととろ火ぐらいですね。とろ火ぐらいにして、まずはね、そこにお砂糖を入れます。あの、魚沼にいる時ってね、この砂糖醤油でお餅を食べるってのがね、大好きだったんです。なのでね、砂糖はちょっとね、これ多めに入れますよ。こんな感じでね、まず砂糖を入れて、今度そこにね、お醤油かけます。じゃあ、こんな感じです。はい、これで砂糖醤油の完成ですね。そしたらね、それを今度絡めていきます。はい、こんな感じで、ね、ひっくり返しながらこれを絡めていきますね。あんまり強火にしちゃうと、今度お醤油がね、焦げちゃうんですね。真っ黒焦げになっちゃうんでね、強火にするのは最後だけです。こんな感じでね、まずはね、醤油をお餅にね、絡めていきますね。もう柔らかいですよ、かなり。はい、こんな感じである程度お餅に醤油が絡んだら、ここでね、強火にします。そうするとね、一気に醤油が沸騰してきて、はい、こんな感じでね、ほら、もうすごいですよ。砂糖が入ってるんでね、非常に焦げやすいです。なのでね、強火にする時間、だいたい15秒から20秒です。はい、これで OK。もう簡単でしょう。ほら。で、こうやって揺するとね、綺麗な、こういう風にね、焦げ目がつきます。なので、もう一回ひっくり返して、ちょっとね、また、こうやって軽く揺すってくださいね。これでね、磯辺焼きの完成です。これをね、海苔に巻いていきますよ。はい、ではね、海苔に巻いていきます。これね、皆さん、手でやると熱いです。なのでね、何か別のものでね、持ってください。これ手がね、あの、熱さに麻痺してるんですよね。料理人あるあるです。熱さで麻痺してるんでね、これいくら熱いものを持ってもね、平気なんですよ。なのでね、手の上でやっちゃいますけど、皆さんはね、何かまな板の上ですとか別のところでね、こういう風に巻いてください。ちょっとね、これ海苔の幅がね、ちょっとちっちゃかったんで、あの、折りたたんでます。はい、こんな感じでね、3つ、ちょっとビヨーンってなっちゃいますね。折りたたんで乗っけて、パタンパタンと、こんな感じで、はい、磯辺焼きの完成です。はい、今回はね、素早くできる磯辺焼き、
ですね。レンジを使って素早くできる磯辺焼きを作ってみました。これね、お時間ない時とか、お餅が余ってる時とか、おやつでね、ちょっとお餅食べたいなーっていう時に非常に便利ですよ。なのでね、これぜひやってみてくださいね。今日は簡単にできる磯辺焼きでした。ではね、また次の動画でお会いしましょう。